皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。画面の前の皆さん、こんまあお気楽にいける、大実用化、レベルの、AI 一人でプレイしていきましょう。それでは、古きアメリカに、出発。さあ、偉大なる鉄道人生の幕開けだよ。まずはじっくりと土地を眺めてみよう。私の本拠地は、ドーバーにあるね。そして南西部には、ワシントン DC があるよ。次は北西側も見てみよう。ドーバーを越えると、まずはウィルミントン、そしてフィラデルフィアが見えるよ。そしてその先には、ニューヨークシティが、おいプレイヤーなんか見えたぞ。アメリカ北西部はその他にも都市が大量に存在するね。さっきもちらりと見えていたけど、ワシントンに近いボルチモアにも、線路が見えたよ。これが、AI の運営する鉄道会社だね。今回の相手は、ピアモント、モルガン。モルガン財閥の始祖となった人だね。隣でドヤ顔してるのが私の分身に当たるわけだよ。さあ、鉄道会社としての活動をスタートするよ。そのためには、目先の利益を求める以外にも、長期的な目標がいるね。で、これがシナリオで用意された目標だよ。特に、3番目の目標はなかなか大変そうだね。手応えがある目標だよ。あと、次の時代、次の次の時代にも目標があるけど、それは今度説明するね。話が長くなってしまったよ。鉄道ゲームなのに、列車が出てこないとか、シャレにならないね。じゃあ、最初の路線を用意しよう。まずはドーバーとウィルミントンを往復する旅客便を作ることにするよ。このゲームでは、線路はマウスで伸ばすだけ。
簡単。そして停車場も。クリックして街の領域内に置くだけ。建物の方が動いてくれる親切仕様なのです。さあ、待望の列車配置タイムだよ。まだ始めたばっかりで、馬力の弱い機関車しか持ってないよ。だから、繋げるのは客車1両、郵便車1両。ウィルミントンをこの編成で出て、ドーバーのターミナルに停まる。ダイヤ編成も非常にシンプル。汽車を見送る前に、色を塗っておこうね。ロゴやスキンも変えられるけど、今回は塗り替えだけをするよ。色は、プレイヤーの好みである、濃い緑色にしたよ。この塗り替えは、個別ごとに設定することも可能だから、こだわりたい人はやってみるといいかもね。よし、本当にすべての準備が整った。出発、進行。かなり面白い形をしているでしょう？この形式は、グラスホッパー型と言われていて、バッタの足みたいなクランクが特徴だよ。機関士さんが剥き出しだね。うっかりボイラーに手をついたら、やけどしちゃうかもね。間もなく、ドーバーです。降車の際は、お気をつけくださいませ。ああ、ついに私の路線が収入を生んだ。このまましばらく眺めていたいけれども、目標を達成するためには、どんどん路線を大きくしなければ。次は、重要都市の一つ、フィラデルフィアへと線路を伸ばすよ。停車場を設置して。グラスホッパーに5を購入するよ。ウィルミントンとフィラデルフィアを往復するようにして。運行、開始。2号の様子も眺めてみるとしようか。よしよし、トラブルもなく動いているみたいだね。林を抜けて。ウィルミントンに到着するぞ。ただ、ウィルミントンはまだ小さいから、需要が生まれるスピードが遅いね。おっと、新聞に面白いことが書いてあるぞ。これは時々発生するミッションだよ。基本的に、新しく路線を引いて物品を運べばいいんだけど。今回運ぶ、紙は、今の状態だと厄介だよ。なぜかというと、紙は加工品だからだよ。乗客や郵便と違って、放っておけばいつの間にかできているものではないんだね。ハリスバーグに紙を届けるには、まずは製材所と、製糸場を持っている都市をつなげなくてはいけないよ。その都市で、紙を製造してもらって、ようやくハリスバーグに届けることができるんだ。地産地消の概念はないから、各工程を別の都市で行わなくてはいけないのも、難しくしている原因だよ。まあ、景気のいい話もあるけどね。スピード記録を更新すると、その機関車に特別な名前がついたりするよ。ちまちまと話をしていたら、あと少しで線路がニューヨークに届きそうだね。ただ、資金も底をついているよ。こんな時は、自分の路線でも眺めて時間を潰そう。よし、もう少しすればまた収入が入るぞ。線路をまた伸ばして。もどかしい。ニューヨークは大都市だから、乗客の供給もすごいのに。自社の株でも売って、その場しのぎの金でも作ろうかな。そんなことを思っていると。おお、新型機関車が開発されたぞ。鉄道会社たるもの、使っている機関車には常に気をつけなくてはね。じゃあ、グラスホッパー1号を見てみようか。こいつを、さっきの新型に機種転換するよ。よーく見ててよ。見た目も一新、スピードも心なしか速くなったよ。馬力も上がったから、もっと重い荷物を運べるようにもなったよ。早速、客車を1両増やして運行しよう。ここで、両車を比較してみるよ。左下のグラフに注目してみよう。これは、貨車をつなげた時のスピード減少を表しているグラフなんだ。
グラスホッパーが2両目からもうへこたれているのに対して、新型のノリスは、タフになったのがわかるかな。この、タフさは意外と見落としがちなんだけど、スピードが出るからと、新型の列車に変えたら、列車がへこたれてしまって、大して効率が変わらない、なんてこともあるよ。一応、貨物向け、旅客向け、とは書いてあるから、じっくり機関車を選んでね。でもまあ、今はまだ鉄道技術が洗練されていない時代ですから、新型ほど基本的にいいものです。新しいものは、維持費も高くなりますが、性能の向上がそれを補ってあまりあるようになってます。さあ、機種転換した機関車を眺め終わったら、ニューヨークへの道を完成させてしまいましょう。線路だけが伸びたまま、っていうのは、鉄道会社最大の屈辱ですからね。カーソルを合わせて、ニューヨーク市内へと線路を伸ばす。停車場を設置して、ワシントンと繋がるまでは、トレントンとの往復便で利益を出すよ。まだしばらく、南西の方向へ線路を伸ばすには、資金が足りないからね。列車の設定を済ませて、ニューヨーク便、運行、開始。出発、進行。まだまだ、この鉄道会社は大きくなるよう、ああ。ボルチモアに隣接する鉱山に、モルガンの鉄道会社が手をつけてるむむむ、いきなり囲い込まれそうになってるぞ。まだ遠い目標、立ちはだかる相手、果たしてこの困難を乗り越えられるか。これにて一巻の終わり。画面の前の皆様、改めてこんにちは。レイルロード、アメリカ北東部シナリオ、やっていきますよ。まずは、ワシントンまでの線路を開通させてしまいましょう。結構資金がギリギリだけど、すぐに旅客収入が入るでしょう。前回の動画では隠れてしまっていましたが、このゲームでは、トンネルや橋は自動的にプランニングしてくれます。停車場を置いて、祝、ニューヨーク、ワシントン間、レール敷設、完了。さあ、ここで路線を見直さなくてはいけませんね。何せ今は、単線を3つの列車が走っているのです。すれ違いができなくては、ニューヨークからワシントンまで行くことができませんね。とりあえず、グラスホッパーは引退してもらいましょう。そして、各駅の周辺を伏線化していきます。ダイヤを組めないので、それぞれ専用の線路を引いてしまうのが理想ですが、残念ながら、資金がありません。そのため、適当な感覚で対比線を用意してすれ違わせます。さらに悪いことに、すでに他社の線路が入ってきてしまいました。このゲーム最大の障害物は、他社の線路なのです。モリガンが引いた線路のせいで、それをまたぐための、巨大な陸橋を建設せねばならず、しかも思った通りの場所になかなか繋ぐことができなくなったのです。さて、フィラデルフィア、ドーバーに対比線が出来上がりましたので、輸送プランをいじっていきますよ。まずはニューヨーク、トレントン間を走っていた列車ですが、これを思い切って、ワシントン特急に変えてしまいます。客車は4両、その全てがいっぱいになるまで出発しないようにして、ワシントンに着いたら、客車を切り離して、全速力でニューヨークへ帰還します。こんな思い切った運用ができるのも、このゲームの面白さですね。さて、もう一つの列車は、前回のスピード記録にちなんで、ウィルミントンエクスプレス、という名前をいただきました。ウィルミントンにも対比線をつけて、こちらの運用プランもいじっていきますよ。まだ、対比線の貼り付けが完璧ではないので、当座の資金を出してもらいます。ウィルミントン、ドーバーの2駅往復から、フィラデルフィアを加えた3駅周回に変更します。この列車は、最終的には各駅停車の旅客便をしてもらう予定です。ワシントン特急だけでは、50両の目標に届かないかもしれませんからね。さあ、
これでしばらくは、旅客便の拡張はないでしょう。我が社もやっと、貨物列車に手を出していけますよ。まずは、ドーバーに石炭を輸送する列車を作っていきましょう。都市に立つ駅と異なり、資源を生産する場所では、それぞれユニークな積み込み施設を見ることができます。ちょっと近づいてから建設してみましょう。炭鉱では、上から流し込むような形をしていますよ。列車を配置していきます。石炭は重いので、まだ大量に運ぶことはできませんね。40マイルあった最高速が、3両繋いだだけで半分以下になってしまいました。ともかく、これで、我が社初の貨物列車が誕生です。重い荷物である分、高い利益も叩き出してくれますよ。おっと、特許技術の独占使用権をめぐる、オークションが開始されました。入札してみましょう。今回競売にかけられているのは、有名なトンネル掘削技術、シールド工法ですね。船食い虫の生態からヒントを得たこの方法が、ゴールドヘッド氏によって改良されたようです。トンネルを掘ることはしばらくないのですが、相手が乗り気じゃなかったので、そこまで落札してしまいました。貨物列車が収益を上げたのを見届けたので、特許一覧を見てみましょう。落札した技術は、10年間の間、独占的に使用することができます。まあ裏を返せば、10年経てばみんな使えます。すぐに使う予定がなければ、入札をスルーしてしまうのも、手の一つでしょう。このゲームでは、オークションがもう一種類存在します。それは、物件の購入です。ここは試しに、ドーバーの定着所を競売にかけてみましょう。カウントダウンがスタートしました。先ほどと違って、モルガンさんもここは争う気があるはずです。ドーバーの製鉄所は、材料が近くにあるため、利益を上げやすいですからね。さあ、どうかな。おっと、やっぱり入ってきました。こちらも譲る気はありません。再入札しましょう。今度はどうだ？落札。意外と諦めが早かったですね。ちょうど石炭を積んだ列車が来ます。中央の製鉄所に注目してください。緑の数字が出ましたね。このように、保持している物件は、必要としている資源を送り込むことで、利益を生んでくれます。今はまだ、総収入より購入金額が上回っているので、損をしている状態ですがね。まあここは、相手側も石炭を運び込んでいますから、すぐにプラスになるでしょう。どこぞの電鉄とは違い、運べば運ぶほど儲かりますから、どんどん石炭を送り込みますよ。ドーバーの整備が終わったので、他の資源にも手をつけていきましょう。とりあえずは、手近な場所にある、木材を運んでみますか。だあ、またモルガンが先回りしている。だけど、積み込み場はまだ用意できていないみたいだね。近郊の伐採場から、イーストンの製糸場へ木材を輸送するぞ。イーストンにも停車場を建設。材木を運ぶよう、機関車を設定するよ。残念なことに、イーストン周辺には、まだ紙の需要はないよ。だから、しばらくは一方的な輸送になってしまうね。とりあえず、製糸場を競売にかけるとしよう。競りが終わるまでは、材木列車を眺めてみようかな。材木は、フラットな箇所に、クレーンで積み込んでいるよ。進化たくきよね。まあいいや、一度時間を止めて、機関車を変更しましょう。まずは、スピードが要求される、ワシントン特急から。新型は、大きな煙突、そして家畜の毛カバーのついた、いかにもアメリカン、な見た目ですね。性能は全体的に上昇しているので、早速機種転換しましょう。もう一つの客車も同様に。あとの二つはまだ買ったばかりなので、このままです。さあ、オークションに戻りましょう。
どうやら、相手も木材を運び出すようですね。入札合戦が来るかな？何もありませんでした。一挙を作るのに、現金を使い切ってしまったのでしょうか。ですが、木材の輸送をめぐって、ここでの争いは続きそうです。なんとかうまくいきますように。なるほど、何か最近寒いと思ったら。こんな感じで、価値変動イベントがいくつも用意されています。もっとも、この難易度だと、そんなに影響はないんですけどね。ちょっと進めて。今は、各駅停車の旅客便サービスを拡大するため、また各所に待避線を設置して回っているよ。まずはトレントン駅を伏線化して。ニューヨークとトレントン間は長いから、ここにも入れておこうかな。そんな感じで、ワシントンまでの全ての駅を伏線化していったよ。これで、ドーバー周辺をちまちま走っていた旅客列車を、長い距離を走る各駅停車線に切り替えることができるね。これまでの路線情報を削除してから、ワシントンから初めて、旅客のいる駅を順番に結んでいくよ。せっかく需要があるのに、使わないのはもったいないからね。ニューヨークからは、こっちも直通の特急便にして、運行再開。さらに、ワシントン特急も。機関車の馬力が上がったから、5両編成にするよ。これで順調に行けば、だいぶ余裕を持って、50両のノルマをクリアできるはずだよ。よし、もう一つのノルマである、ターミナル駅への改造をしてしまうよ。駅には、停車場、駅、ターミナルの3つのランクがあって、ランクが高いほど、旅客と郵便の切符代が高くなって、さらに貨車の積み込みスピードが速くなるよ。どうでもいいですが、この畳まれた橋が展開する動きが、結構好きだったりします。ノルマ達成のために、フィラデルフィアとニューヨークも改装しましょう。まずは、フィラデルフィア駅を改装して、そして最後に、ニューヨーク駅を。また資金が足りない。仕方がないので、忘れていた、駅の伏線化をして暇を潰しましょう。自由の女神さん、ちょっとどいてねー。さて、ちょうど資金が溜まったので。これで、ノルマ達成。広がる線路、激化する競争。次に引かれる線路とは？これにて一巻の終わり。新記録を眺めながらこんにちは。レールロード、アメリカ北東部シナリオ、3回目を実況していきますよ。さあ、まだまだこの地方には需要が眠っています。鉄道の力で、彼らを目覚めさせましょう。次はどこにしようかな。トレントンに木材を運んで、製品を売りつけられそうだけど。せっかくだから、新しい資源を運んでいるところを見せたいね。この炭鉱の近くに、製鉄所はないしなー。おお、ケープメイには油田と、それを加工するための製油所があるぞ。これならいいかもしれないな。だけど、今すぐ建てるには現金が不足してるかな。ドーバー南の牧場も、やっぱり精肉所が近くにないなー。もっと、需要と供給が近くて、手軽に始められる、いい場所は、おお、ワシントンか、すぐそばに牧場があるぞ。ここなら、すぐに線路を引くことができそうだね。そうと決まれば、早速工事を開始するぞ。まず手始めに、ワシントン駅のホームを増設して、線路を牧場まで伸ばしていくよ。ギリギリだったけど、なんとか線路代は足りたね。次の収入で、家畜を運び入れる、ドナドナ専用口を購入して、
よし、これで準備完了。まずは、この状態で列車を配置するよ。この路線は、ワシントンに向かって緩やかな下り坂になっていたから、ちょっと多めに、5両編成にしてしまおう。今のところは、そのまま戻るだけ、でおしまい。じゃあ、家畜の積み込みを見てみよう。一気に、自分から貨車の中に入っていくね。ちょっと加工するのをためらってしまうぐらい、賢いかもしれないね。おっといけない。ワシントン特急が到着して、十分な資金が入ったから、精肉所を購入しなくては。荷物が運び込まれて、利益を出している物件は、オークションでの最低価格が上がってしまうんだよ。だから、本当の最初以外は、新しい路線を引いた直後に、さっさと買ってしまうべきなんだね。今回のオークションは、どうなるかな？うわ、モルガンさん、強気に5万ドル上乗せしてきました。まずは弱く、1万ドル上乗せしてみましょう。また5万ドル乗せてきたか。もう我慢ならん、こちらも強気の5万ドル、上乗せだ。貴様にこの金額を超えられるか？どうだ、でも出せまい。あっは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 。はぁ？これ絶対、モルガンさんは、値段を釣り上げるために参加したよね。おかげさまで、底値の2倍以上を支払う羽目になってしまったよ。ワシントンから牧場が近い分、回転率が高いことが、せめてもの救いだね。せめぎ合いに時間を割いている間、その精肉所が次々と生産を進めているよ。ここは当てつけとして、モルガン鉄道の発祥地である、ボルチモアに食品を送り込んでやるよ。立橋の工事費や、輸送スピードを考えたら、イーストンが成長して都市になるのを待つ方が、絶対にいいんだけどね。よし、ドナドナ鉄道の輸送プランを、いじっていくよ。ワシントンで、食品を積んで。ボルチモアで売りさばくよ。積み替え輸送を取ろうと思ったら、また特許だよ。これは、レールの製造技術だね。初期のレールは、型に溶かした鉄を流し込む、鋳造方式で作られていたんだけど、炭素を取り除いて、より頑丈になった鉄を、ローラーで引き伸ばした、圧延、方式が採用されていったんだよ。まだまだ、レールは必須から、この技術は独占しておきたいね。しかし、モルガンさんも財力をつけてきたね。入札合戦が激しさを増してきたよ。そして、その後ろで、立橋と必死に格闘する貨物列車がなんともシュールだね。そろそろ、諦めたかな？なんとか、落札できたよ。落札価格、23万ドル。結構高くついてしまったね。というか、特許料分得をするには、独占期間中に、80万ドル近く、線路を引かないといけないね。できるかな？あれ、モルガン側から競売のお誘いだ。新聞社？紙？あ、まさか。ああ、やっぱり、先に紙輸送を奪われてしまったよ。今回は、相手が一枚上手だったよ。紙だけに。イーストンから、アバディーンまで、割に合う線路を引ける気がしないから。さっき彼がやったみたいに、釣り上げるだけ釣り上げて、負け惜しみを言って諦めるとするよ。いやまあ、買ってもいいんだけどね。それなら、別の線路を引いた方が、まだ得だもんね。そんな会社、別にいらないよ。皮肉にも、こっちが新聞社で釣り上げた落札額は、向こうが精肉所で釣り上げた金額と、全く同じでした。まあ、くよくよしても、仕方ありませんね。冒頭で挙げた、ケープメイの開拓をしていきましょう。油田の積み込み機は、ポンプ型になってます。もしかしたら、列車を通す前にオークションを始めたら、注目しないかも。
という、野生生物を捕獲するときに、A ボタンを連打するのと同等な迷信を作ってしまったり。まあ、線路を引く前後で比較するとか、実験をしてみるのも面白いかもしれません。原油を生成所で加工して、ドーバーで売りつけるようにセットします。さあ、オークションの調子はいつも通りでした。仕方がないので、忙しそうに油を売っている現場を背景にして、入札しましょう。原油は、見ての通り、タンク車で運んでいますよ。まだアルファ版の某工場ゲームでは、組み立て機を使って、ドラム缶に油を詰めて列車で運んだ記憶があります。そろそろ、オークションタイムに話すことがなくなってきましたよ。頼むから、この値段で入札させてくださいよ。3、2、1。選ばれたのは、機関車でした。なんでこう、メーカー側は空気読まないかな。さて、今回の新型は、モーガルとなります。ムガール帝国を指す言葉が、実力者、という意味も持っているそうです。モーガルの最高速は、アメリカンと同じ、50マイル時です。ただし、パワーがあるので、重い貨車をたくさん繋げても大丈夫になりました。じゃあ、どんどん最新型にしてしまうよ。いつの間にか、製鉄所が中規模になってました。屋根がちょっとだけ増えましたね。成長報告は、左上に文字が出るだけなので、見逃しやすいです。ここで、現在のノルマ状況を見てみましょう。移民たちは、順調に運べているみたいです。ですので、次時代を見据えていきましょう。次の時代は、とにかくお金を貯めなくてはいけません。相手の会社と、財力による潰し合いをしなくてはいけないのです。現在、資産において、モルガン鉄道相手に優勢です。ですが、モルガン側は、自社株を 50% 持っています。おそらく、残りの株もいくつか購入し、ノルマ達成を妨害してくるでしょう。そうなれば、私が取らなくてはいけないのは、上がったと思った石炭価格が、今度は下がったみたいだよ。こんなこと書かれても、需要がある限り、石炭を運ばなければいけないんだよねー。では、今回はいくつかの駅をアップグレードして、終了しましょう。案の定、イーストンが成長して、食品が欲しいと言っているね。こんなどでかい立教なんて、やっぱりいらんかったにゃ。作り変えるのが面倒くさいので、このまま使い続ける気、満々ですけどね。成長を続ける二大鉄道会社。時が進むにつれ、その衝突は、次第に大きくなっていくのでした。この争いの行方は、どうなってしまうのか？これにて一巻の、終わり。今作を上げ始めたら、これまでのシリーズより勢いがあるみたいで、嬉しい限りであります。コメント等を見るたび、私はこんな顔になってるはずです。いつも通り、このシリーズも、短く終わるものにしてありますが、どうかお楽しみくださいませ。さて、コメントで言及してくださった人がいるように。この、アメリカン、という機関車は、別にそれっぽいからそんな名前をしているわけではありません。名前の前に、440の数字がついていますよね。これは、ホワイト式車輪配置で書かれた、機関車のタイプを表しています。ハイフンで区切られた3つの数字は、それぞれ、前輪、駆動輪、駐輪の数を表しています。アメリカンを例に挙げると、前輪が2組4つ、駆動輪も2組4つ、駐輪はなしで0、となるわけです。アメリカにおいては、この、440タイプに、アメリカンという愛称をつけたわけですね。また、気まぐれで、おまけを作るかもしれません。それでは、さようなら。
レイルロード、アメリカ北東部シナリオ。第4回目を始めていくよ。今回は、ハリスバーグ市長の頼み事を聞きに行くよ。何せ、25年もの間、ずっと待ち続けてくれたからね。こちらとしても、相手より先に線路を引いて、利益を出しておきたいし。レール技術に支払った特許料が、このままじゃ無駄になってしまうからね。ボルチモアから引いてもいいけど、せっかくだし、周囲の都市も巻き込んでしまおうかな。せっかく、旅客と郵便の供給があるんだしね。時間を動かして、線路を引いていこう。牧場の裏から、フレデリックへと線路を伸ばして。そして、フレデリックを抜けたら、橋を架けて。川を越えたらカーブしながら、ヨークの街を通過。最後は、ハリスバーグに、到着したよ。うむむ、停車場を作る金がないぞ。なんとももどかしい。よし、金が入った。まずは、この3都市で旅客便を作ってしまおう。少し資金を貯めないと、北側の開拓はできそうにないからね。紙を送り込むのは、もうちょっと待ってもらうとするよ。ハリスバーグ、フレデリック、ヨークをつないで、出発。資金を貯め終わるまで、久々に旅客列車を間近で眺めるとしようかな。蒸気機関車も随分と立派な見た目になったね。グラスホッパー型を使って、たった2両の貨車を、ヒーヒー言いながら引っ張っていた時が、少し懐かしいね。今では、それより大量の貨車を、ずっと速いスピードで運べるようになったんだよ。一度ヨークをスルーして、フレデリックに到着しました。ここから折り返して運行していくのですが、そろそろ、資金が十分に溜まってきましたね。鑑賞タイムはここまでにして、紙鉄道を作っていきますよ。紙は加工品なので、面倒なルートになるかな、と思っていたのですが、どうやら、伐採場、製紙場、新聞社が、三角形を作って密集しているみたいです。調べてみたところ、ウィリアムズポートは、製材業の首都、と呼ばれていた町だったそうです。ちょうど、今プレイしているぐらいの時期に、爆発的な成長をしたことで、この名前がついたみたいですね。現実では、南北戦争が一つの商売チャンスだったわけですが、ここでは、私がチャンスを提供するとしましょう。凹んだ三角形の線路ができたので、ぐるぐると回ってもらいますよ。木材、紙、新聞社をそれぞれ繋いで、と。単調な競りは、もう省略してしまいましょう。製紙場が、15万ドル。続く新聞社も、13万2000ドル。とどちらもお手頃な値段で落札することができました。さて、3回目の特許オークションです。今回は、新しい客車が作られたみたいですね。この客車を作った、プルマンという人物は、近代的な客車を作っただけではなく、客車を、動く接客店としてみなした、初めての人物だったそうです。すなわち、鉄の馬が引く馬車、を、現代の快適な列車、に変えたわけです。むう、25% の切符代アップは魅力だったけれど、少し値段が高くなりすぎてしまいましたね。諦めるべきか、このまま競りを続けるか。まあいいや、レールの特許に支払った時と同じ、23万ドル。これを最後の入札にしてしまおう。相手が食いつくようなら、素直に手を引くとするよ。それじゃあ、さようなら、プルマンさん。10年後を楽しみにしているよ。私は、トレントンで工業製品を作る線路を引くことにするよ。いいね、紙の出荷は、ついさっき始まったばかりだ。ハリスバーグの市長も、さぞ喜びだろうね。ニューヨークへ、工業製品を出荷。と。特許料で、現金を使い果たしたと思っていたら、モルガンさん、意外にたくさん持ってたよ。トレントンの家具工房も、また激しい入札合戦になりそうだね。ハリスバーグのミッションは、あとどれぐらいかな？やっと生産が軌道に乗り始めただろうから、もうすぐ終わるはずだけどね。
あと7両に対して、列車は5両？もう一周すれば、任務達成だね。今回は、なんてこともなく、空気を読んで登場してくれました。新型の名前は、テン・ウィーラー、となります。最高速度が60マイルに増えたけど、旅客向けの機関車なので、貨物の路線を新型に切り替えても、恩恵は少ないですね。しかし、時代が進むにつれて、どんどんと車輪の数が増えていきますね。今回の更新は、旅客を運んでいる、3つの機関車だけにします。残りの機関車については、また今度にしましょう。さあ市長、お待たせしました。約束の紙、お届けいたしますよ。ここまで来るのに、随分と時間をかけてしまいましたがね。約束の奨励金をいただきました。これを受けて、またどこかの町が、ミッションをやる気になってくれるでしょう。さて、次はどうしようかな。どうやら、最初の時代に与えられたミッションが、もうすぐ終わるみたいです。記念すべき50両目の到着ですから、停車場をアップグレードして、その時を迎えましょう。そして、今、競売にかけられているのは、空気ブレーキの技術ですね。おそらくこれは、自動空気ブレーキのことを指していると思われます。圧力とブレーキのかかり具合の関係を、これまでのタイプとは逆にすることで、故障時も安全に止まることができるようになったそうです。仕組みの違いについて、詳しく説明したいですが、ちょっとわかりやすく説明できる気がしないので。記録更新、お前もか。まあともかく、空気ブレーキの仕組みを知りたい人は、各自調べていただきたいです。特許料は17万ドル。まあ、こんなものでしょうね。特許の内容は。こっちは相手が落とした客車特許ですね。独占期間は、あと5年もありますので。この車両を使えるようになるには、もう少し待たなくてはいけませんね。そして、これが今落とした、ブレーキ技術ですね。一応、ワシントン駅前の空列車で、速度を測ってみたんですが。まあ、効果がある、といえばあるようです。でも、考えてみれば、そんなに急なカーブ、うちの路線にはなかったですね。なんとなく、もったいない買い物をした気になりましたが。いよいよ、記念すべき50両目の旅客が運ばれるみたいです。最後の機関車を追いかけてみましょう。ワシントン特急が記念車両になるみたいです。では演説オーバー。ノリスから始まり、アメリカン、モーガル、そして、テン、ウィーラーと、4世代の機関車が、この、また新聞ですか。畜生、こんないい雰囲気を崩されるなんて、ハリスバーグの依頼、やらなきゃよかった。5本実に4世代にわたって受け継がれたワシントン特急が、一つの区切りを迎えたのです。かつて、ドーバーから始まったこの鉄道会社が、ここまでの偉業を成し遂げるには、私たちの力だけでは、到底無理だったでしょう。私たちの鉄道に乗りたい。鉄道を使わせてほしい。そう思う、市民の力が、我々の鉄道を、大きくしていったのです。今や、私が鉄道を引いた町は、どれも見違えるほどに大きく成長しました。勤勉な市民たちの、懸命な気持ちに、我々が少しでも応えることができたと思うと、嬉しくもあり、また、誇りにも感じるのです。これにおごることなく、我々は、ますますの努力を続けていく次第でございます。さて、列車は、イーストンを通過中です。私自らが、終着駅の案内をさせていただきます。まもなく、ワシントン、ワシントンです。おい、人が感動させようとしてるのに、この記事はないだろう、この記事は。そして、本格的な経済戦争が勃発。次回を待て、これにて一巻の、終わり。
どうも。傑作を見ていただき、ありがとうございます。今回で、第1部が終わりました。まあつまり、それぐらいのボリューム、ということです。今回は、気になったコメントを返していきたいと思います。はい。何分シドマイヤー氏が関わっていますからね。細かい要素が、ストレスを生まないように盛り込まれています。そして、とにかくわかりやすいです。非効率な輸送プランを組めば、ノロノロ運転になったり、貨車に荷物が乗っていなかったりと、パッと見ただけで、状況を把握することができます。あの部品は、カウキャッチャーと言いまして、線路上の家畜を傷つけずに脇へどけるためのパーツです。キャッチャーと言いますが、思いっきり横へ飛ばします。あの大きさが、普通サイズなんですよね。長いプレイを続けるゲームではないんですよね。使用上、あまり逆転をしにくいゲームなので、さっさと終わるサイズにしてあるのでしょう。私としては、作りながらも吹き出してしまうネタなら、大歓迎なんですけどね。AI に言っても仕方ないけど、同じような状況は、やめてくださいね。ね。そんな一言が、励みになります。いつも通り、さっさと終わらせるつもりなので、どうか楽しんでくださいませ。さて、ここまでにいたします。またお会いしましょう。皆さんこんにちは。レイルロード、アメリカ北東部シナリオ、続けていきますよ。まず、採算を度外視して運営してきた、ワシントン特急のプランをいじっていきましょう。客車3両、郵便2両の列車を、一駅飛ばしで止めていきます。実は、客車と郵便は、遠いところへ早く運んだ方が、高い値段を出してくれるのです。これまでは、列車が遅く、また需要を無駄にしたくなかったので、各駅停車を、あえて選んでいたんですけどね。その、各停列車も、車両の数を増やしてしまいましょう。これだけ長いと、組み直すのが面倒なので、ニューヨークからワシントンへ直行するところは、直さないでおきます。長距離による、大収入に期待しましょう。さて、モルガン氏は、徹底抗戦の構えを見せました。自社株を 60% 保有して、私の目標達成を、あくまで拒むつもりです。私に残された方法は、相手の株を売額で奪い、会社を支配する、買収だけです。1000万ドルという、かなりの額ですが、なんとか貯めていきましょう。金を稼ぐだけではなく、相手の収入を奪うことも、戦略の一つです。モルガン氏の鉄道をざっと眺めた限り、客車の収入が、それなりの割合を占めていそうです。プルマンの車両は、彼の会社をしっかりと潤したみたいですね。ここを切り崩せば、勝利が近くなりそうです。ボルチモアから、アバディーンへと線路を伸ばして、ドナドナ鉄道を、再びいじっていきましょう。まず、食品を売りつける都市を、アバディーンに変更します。そして、ワシントンへ帰る際に、相手の旅客と郵便を奪い去りながら、戻ってきてもらいましょう。この攻撃がどのくらい効くか、楽しみですね。続けて、各所の駅を、ターミナルに改造します。乗客の皆さんには、快適で高級な列車に乗ってほしいですからね。あとは、トレントン駅をアップグレードして、前回、私の演説を遮った、ニックキリーディングへ向かいましょう。とりあえず、一番近い街である、フィラデルフィアを起点として、リーディングへと線路を繋げていきましょうかね。なんかやけに、手間取っていますけど。ググッと線路を伸ばします。ちょうど、丘の上に、大油田がありますから、ここから繋いでしまいましょう。今度の特許は、蒸気タービンですね。機関車というのは、往復運動をするピストン動力が主流です。船と同様に、回転運動を取り出すタービン機関車が開発されたのですが、
速度を変えることが多い機関車では、うまくいかなかったようです。つまらない争いが続いたので、省略しました。とりあえず、蒸気タービン式の機関車は、あまり成功を収めなかったわけですが、パーソンズ車方式のタービンは、感染用として、日本でも取り入れられました。あなたが好きなあの子も、ふふ。あんまりよその話題を入れていても仕方ないので、リーディングの任務を終わらせてしまいましょう。しかし、ボードゲームにその名前が載るくらい有名なリーディングが、ここではみすぼらしい村の状態ですね。しかも、運んでいるものも、石炭ではなくて、石油です。まあ、これはあくまでゲームです。現実と異なることを突っついても、仕方ありませんね。さあさあ、頼まれていた石油ですよ。今後ともごひいきに願います。あ、そうだ。その石油、発電所に使うんだってね。その発電所、競売にかけてもらうよ。実のところ、発電所というのは、あまりいい物件ではありません。製鉄所や、食肉工場が、鋼鉄や食品を生み出すのに対し、発電所は石油を買い取るだけだからです。同じ資源なら、加工品を作って売りさばきたいですからね。今回は、周りに生成所がなかったから、さっさと買ってしまいましたけどね。そして今は、辺境に線路を引いています。別にもっと近い場所で拡張はできるんですがね。こんな場所にわざわざ建てる理由があるのか、と思うでしょうか。私にはあります。なぜなら、この動画で、まだ小麦を運んでいませんからね。あ、いけない、うっかり旅客用の、テンウィーラーを選んでしまったよ。仕方ないから、そのまま使い続けます。さて、ここでは試験的に、2つの小麦農家を繋いでみました。6両の貨物列車が、今の時代で使えるかどうか、確かめてみたかったのです。うーむ。上り坂では、少し苦しいみたいです。まあいいや、ここはそんな急いで欲しいわけじゃ、ありませんからね。のんびりと、運んでもらいましょう。そして、またミッションで、また石油ですか。確か、ランカスターって、リーディングの隣町でしたよね。リーディングと似たような町になっていますから、きっと対抗心を燃やしたのでしょう。ですが、あの油田は、リーディングだけで手一杯のようですね。発電所も買ってしまった以上、少しかわいそうですが、任務分だけの石油を送って終わらせます。あや、企業価値をチェックしておくのを、すっかり忘れてしまっていました。ともかく、2000万ドルの企業価値、達成しました。というか、まだ最初の時代、終わってなかったんですね。とりあえずリーディングの石油瓶を、2往復だけランカスターに回します。終わったら、すぐ元に戻しますからね。さてと、少し前から目をつけていた、ニューヨーク周辺の産業開発でも、していくとしましょう。ああ、なんて嫌なニュースだ。せっかく人が新しい路線を引こうとしている時に。いや、逆に考えれば、今こそ産業を奮い立たせる時じゃないか。見ての通り、ニューヨーク周辺には、資源が溢れていたよ。そのうち、木材と家畜をすぐに利用することができそうだね。小麦農家の路線で、2カ所で別々に積み込みをしていたのは、ここの路線に応用するためでした。ここの伐採場と牧場は、いずれも規模が小さく、生産速度が遅い上に、それぞれ貨車4両分の備蓄しかできない状態です。だから、一つの車両で、2種類の荷物を同時に運ぶ実験を、向こうでしていたんだね。ここは、余分な林がないからわかりやすいけど、建物の周りに、積み上げられた木材とか、牛の群れとかがいるよね。これは、その建物の資源状況を示していたりします。次は、牛を運び出しますよ。ちょっとわかりにくかったけど、干し草の周りから、牛がいなくなっているのが、見えると思います。よしよし、小麦鉄道と違って、緩やかな下り坂だったので、6両編成でもちゃんと運べていますね。こ
これで、落ち込みかけたニューヨークの産業が、少しでも早く立ち直ってくれると嬉しいです。生産した物資を運び出すのは、トレントンの製品を運んでいた汽車に任せましょう。今までは、ニューヨークから、手ぶらで帰っていましたからね。もう一度、トレントンに泊まって、と。よし、運行再開。ランカスターへの任務が終わったので、さっさとこの年からは手を引きましょう。リーディングの2番線時をしても、うまくいかないって、ことですね。発電所に支払ったお金がまだ残っていますから、どんどん石油を運び込んでくださいねー。おお、新型。空気の読み方が分かってきたじゃないですか。今回は、貨物用の、コンソリデーションとなります。速度は、テンウィーラーと同じ60マイルで、馬力が増えてますね。ちょうど、アメリカンとモーダルの関係みたいになってます。すべての機関車を、この新型に変えてしまいましょう。モーダルたちの中には、実に20年以上もの間、走り続けてくれた者もいます。長い間、お疲れ様でした。機種転換が終わったので、このマップで、最も高額で売りさばける製品を用意しましょう。その製品とは、自動車、です。そのお値段、なんと、5万ドル。自動車の次に高い工業製品の 1.5 倍もの値段で売れます。しかし、条件も厳しいです。自動車を作るためには、鋼鉄を安定供給した上、自動車工場に持って行って、もう一回加工しなくてはいけません。さらに、自動車を欲しがるのは、都市の中でも最高クラスの、メトロポリスだけです。そのため、都市が成長するのを、じっくりと待っていたんですね。説明をしていたら、なんかモルガンさんが、血迷ったみたいです。なんと、私が石油の輸送を止めてしまった、ランカスターの発電所を、買おうとしています。実は、さっきの説明の間、裏でこっそり、値段を振り上げていました。燃料が運ばれることのない発電所を、彼は手に入れるわけですね。これは愉快。不良債権を抱え込んでしまえー。黙りろー。次は、橋の特許ですね。しばらく橋を架ける予定はないので、底根だけ突っ込んでスルーします。特許名のプラットトラス、とはトラス橋の一種で、斜めの鋼材を橋の中心に向かう、逆ハの字型に配置したものだそうです。力学的なことは、よくわかりません。また、輸送ミッションですか。市長の方々、資源の生産にも、限度がありますよ。あ、何気にこのゲームで初めての、トンネルですね。ドーバーからの鋼鉄を、ワインランドの自動車工場に運び込むための路線です。ちょうど、その会社を競売にかけました。初期の値段から、相当高いですね。送り込む、鋼鉄の値段自体が高いので、物怖じせずに強気で行きますよ。そして、これがその、トンネルが邪魔だ。これがその、5万ドルする自動車です。なんとも、クラシックな見た目をしていますね。鉄道が、自分のライバルとなる乗り物を運ぶのは、なんとも変な感じがしますが、売れるならそれでいいです。今回は、随分カットの数が増えました。ウィルクス張りは、小麦が7両ね。スクラントンの小麦瓶を有用しましょう。トンネルまで掘ったけど、任務が終わったら、また手を引きますよ。じゃあ、臨時編成を用意するよ。今回は一度に運べる量だから、さっさと終わらせてしまいましょう。あとすぐ用意できそうな路線は、フレデリックかなー。ここにも油田があるから、工業製品を作ってもらいましょう。はい、ウィルクス張りの任務が終わりました。列車の運行を戻しましょう。この間、動画内の時間で、30秒程度しか経っていませんね。恨むなら、小麦の丘から離れていたその場所を恨んでくださいよ。今回は、どうも盛り上がりに欠けるなー。だけどやっと、モルガンの会社を買収するだけの資金が貯まりそうだよ。次回、戦いの後処理は、虚しい。これにて一巻の、終わり。
皆様こんにちは。挨拶もそこそこに、モルガン氏との決着をつけてしまいます。各路線の懸命の営業によって、ついに、1000万ドル弱の資金を貯めることができました。意外なことに、前回の貯金宣言からここまで、20分程度しか経っていません。それだけ、ワンプレイが短いゲームなんですね。買収額は、965万ドル。前回は1000万ドルを超えていましたから、旅客への攻撃は有効だったみたいです。生産と併合が選べますが、立教が多くて煩雑なので、生産を選択します。任務達成と、買収報告のメッセージ音が、ごっちゃになってますね。こっちは、ドヤ顔の分身です。そして、こっちの新聞には、しょんぼりしたモルガンさんが映っていますね。ここからは、競争相手のいない、寂しいプレイとなります。さて、生産を選んだので、立教でごちゃごちゃしていたマップ中央部が、すっきりとしました。モルガンの鉄道は、敷き詰め用の砂利である、バラストに名残を残すだけです。計画を練ろうとしたら、また依頼ですね。確か、この街は、ニューヨークから近かったはずです。依頼の前に、戦後処理をしてしまいましょう。はじめに、ボルチモア方面に向かっていた電車を、一度帰らせます。電車が一両でも走っている線路は、別のルートがない限り、壊すことができませんからね。車両が通り過ぎたのを確認して、立橋を解体していきます。障害物がないのに、わざわざ速度を落とす必要はないですからね。ボルチモアでは、立橋の麓に駅を作っていたらしく、橋桁をボルチモア駅ごと取り壊す羽目になってしまいました。あとは、地上に線路を引き直して、駅を新造します。そして、下がってもらっていたドナドナ鉄道に、再び来てもらうようにしましょう。食品を売って、旅客をワシントンまで繋いで、と。今度は、ワシントン駅で、ちゃんと客車を切り離しましょう。よし、運行、再開。そしてもう一つ、アバディーンからボルチモアまで、伏線を引きまして、その線路に合わせるように、イーストンから、橋を架けていきます。それにしても、製糸場しかなかったイーストンも、随分と大きくなりましたね。この線路によって、イーストンからアバディーンまで、紙の輸送を行えるようになりました。もうちょっと、近くに新聞社があったら、よかったんですけどねー。かつての屈辱を晴らすように、この列車に乗り込んでみましょう。巨大な紙のロールを、貨車にたっぷり乗せて、イーストンを出発しました。川を越えて、新聞を破り捨てて、かつてモルガン氏の本拠地であった、ボルチモアを通過します。再び川を越えたら、新聞社のある、アバディーンは、目の前です。到着。さてお気づきの方もいるでしょうが、新聞社から、利益を表す緑の数字が出ていましたね。実は、買収をすると、相手の持っていた物件をすべて保有します。ちょうど、今運んだ分の利益で、落札額を超えたようです。で、相手の物件は、すべて、保有するので、当然、私が手を引いたランカスターの発電所も、手に入りました。これ、どうしようかなー。では、最後の時代にある目標を、達成しに行きましょう。それは、ニューヨークの鉄鋼業を、大きく育てることです。とはいえ、だいぶ時間に余裕ができてしまいましたから、楽勝ですね。それでは、早速、行動を起こしていきますよ。鉄鋼業をするためには、製鉄所が必要です。これは、別に難しいことはなく、ニューヨークのあっちに、50万ドルをポンとくれてやれば、即座に完成します。建築は、好きな場所に需要を生み出せますが、高いのがネックですね。じゃ、ポチッとな。これで、もう片方の目標が終わってしまいました。あとは、外の自動車工場に、鉄を運び出せばいいわけですね。
そして、ちょうど新特許を競り落としました。相手がいないと、盛り上がりませんね。これは、線路に砂を巻いて、摩擦を増やす装置です。現在でも、セラミックを噴射して、空回りを防いでいるみたいですね。都合のいいことに、ニューヨークのすぐ近くに、炭鉱があります。ここから取れる石炭を利用すれば、鋼鉄を作り出せるでしょう。そして、作った鉄の輸送先は、冒頭で名乗りを上げてくれた、ペンシルバニアのイーストンにします。もう一箇所、ニューヨークの近くには自動車工場があったのですが、こういうのは早い者勝ちですよね。いよいよ、鉄鋼業を支えるスチール列車を動かしますよ。少しだけ残念なことがあるとするならば、炭鉱の規模が、小さいことぐらい、でしょうね。これで、ドーバーに続いて、ニューヨークでも、モータリゼーションが始まるでしょう。相手がいなくて暇なので、じっくりとスチール列車を眺めることにします。まずは、石炭を積み込んで、ニューヨークまで届けます。カメラワークが、機関車中心しかないので、少し見にくいですね。ニューヨークで石炭を下ろした後は、鋼鉄の貨車に繋ぎ替えていきます。おお、これは貴重な瞬間ですよ。物件の成長は、なかなかお目にかかれません。この動画を撮影するために、何度も同じ場所からロードしてプレイしていますが、この瞬間が映り込んだのは、これが初めてです。そして、できたばかりの鋼鉄を、イーストンへ運びます。生産が間に合ってないので、今は1両だけですね。そして、ニューヨークへ持って帰る自動車も、貨車1両分だけですね。次の週からは、鋼鉄も、自動車も、満載することができるでしょう。下り坂を全力疾走して、メトロポリスに向かいますよ。到着しました。ニューヨークの鉄鋼業は、まだ、始まったばかりだ。鉄道会社の次回作は、この、辺境の小都市から始まります。ワインランドが街に成長したため、アトランティックシティとの間で、旅客便を走らせましょう。ちょっと線路の向きが悪いから、丸く回ってもらいます。停車場を設置したら、旅客便を、作るの。ですが、隣り合った街と街をつなぐだけなのに、最新式の機関車を使ったら、割に合いませんし。何より、のどかな田舎の雰囲気が、台無しになってしまいますね。ここの旅客鉄道は、観光客を乗せるために走らせている、と妄想して、懐かしい、アメリカンでも用意しましょう。編集した時に調べたのですが、アトランティックシティは観光都市らしいです。ラスベガスと同様、カジノも多く建っているとか、時代遅れな方をあえて使うので、色を変えてみましょう。これまでの濃い緑から、情熱の赤色にします。いいですねー。観光客を乗せて、賑やかな時間を過ごせそうです。きっとこの列車の中では、美味しいシャンパンが振る舞われることでしょう。そして、オーシャンビューを眺めながら、音楽が演奏されて、大都市群とは、旅客便を繋いでいないのに、どうやって観光客は来ているの?というやぼったいツッコミは、しないでおきましょう。このように、ここから先は、見せるものがだんだんとなくなってきました。残りの時間、ただ鋼鉄を運ぶのを待つだけですからね。ここからは、時間のスケールを、早送りにすることも多くなるでしょう。暇な時間を潰す、いいアイデアが浮かび上がるといいんですけどね。なんで海の向こうばっかり。まあ、話は変わりますが、早送りにすると、すごく模型っぽいですね。ねえ?そして、確かこの分の鋼鉄で、依頼を達成できるはずです。先回りして、到着を待ちましょう。おい、ありがとう。これで何回目の、依頼達成かな。ネタが思いつかないので、適当に、ハリスバーグを伏線化します。オークションのカウントも、早くなっていて面白いですね。
今回の特許は、冷凍車です。冷凍車とついていますが、別に食品以外も値段が上がりますよ。もうちょっと、早い時代に出てきて欲しかったですね。そして、今回の新型は、パシフィックです。速度が大幅に上昇していますよ。さて、このシリーズでは最後のミッションとなるでしょう。ニューアークの依頼です。市長からの依頼は、鉄道が繋がっていない都市が出すのですが、このニューアークで、最後の都市となりました。あとは、一部放棄したとはいえ、線路が繋がっていますからね。鋼鉄を運べばいいですが、ニューヨークは、イーストンに運ぶ分で手一杯ですから。この炭鉱でも利用しましょう。さっきまで、アトランティックシティは観光都市でしたが、製鉄場の建設によって、あっという間に工業都市となりました。ニューアークの自動車は、トレントンで販売しましょう。いつも通り、誰もいないオークションを始めて、そこそこ長距離な、鋼鉄列車を購入します。パシフィックは、速度こそ出ますが、重い荷物の輸送には向いていません。貨物向けの性能である、コンソリデーションを使っていきましょう。こっちの炭鉱は、ニューヨークのものとは違い、規模が大きいです。生産が早く、12両分の石炭を蓄えておけます。豪快に、6両編成にしましょう。あとは、鋼鉄と、自動車の積み出しと、トレントンでの販売をセットして、海岸沿いの工業を発展させていきましょう。準備完了。出発、進行。さて、旅客便を新型に切り替えていくのですが、左の簡易一覧では、見づらくなってきました。ここで、機関車一覧の、詳細ページを見てみましょう。こんな感じで、輸送のプランを見ることができますね。私がこのページを開けるのは、後半に入って、機種転換をする数が増えた時です。旅客便だけをアップグレードしたり、まだ変えてないものを見つけるのも、数が多いと大変ですからね。もっと上級者なら、利益率の計算とかもするんでしょうか。今回は、ずっと忘れていた、フレデリックの輸出便を手配して終わりましょう。逆に、忘れていたからこそヨークが成長して、近場の輸送で済んだ、と考えますか。フレデリックが、メトロポリスになっていたのは、予想外でしたけどね。次回、時間つぶしが全体を覆う。これにて一巻の、終わり。こんにちは、レールロード、アメリカ北東部シナリオ。いよいよ佳境となりました。まずは、最後の依頼である、ニューアークへの鋼鉄輸送を、済ませてしまいましょう。伐採場を突き抜けるように配置したこの線路、意外といい味、出してますね。トンネルを抜けて、ニューアークにある自動車工場へ、鋼鉄を届けます。村では、自動車工場が忙しそうに動いていますね。任務を完了しました。これで、少し寂しくなります。さて、私がこれからしなくてはいけないのは、ぶっちゃけると、時間つぶし、です。残り79両分の鋼鉄が運び出されるまで、なんとか間を持たせなくてはいけません。内地へ絞って、やっていきましょう。まずは、路線の改善からしていきますか。機関車の輸送能力が上がった今、運べる荷物があるならば、増やしたいですからね。まだ、ニューヨーク鋼鉄列車は、難しいですが。ケープメイの油田が、中規模サイズに成長していたようなので、4両編成を、6両に増やしてしまいましょう。ここじゃなくて、向こうをいじって。よし、同僚が終わりました。運行を再開します。そんな感じで、車両を増やせそうなところを、強化していきましょう。ハリスバーグの神鉄道に、フレデリックの、油田便が、大型化しました。本日の新型、その1は、ミカドです。
ミカドという名前は、ゴールドウィン社が、9700系機関車を日本へ輸出したことにちなんで名付けたそうです。282というミカド型車軸配置は、かの有名な D51 型、通称デボ1にも採用されました。まず、特許を説明するから、ちょっと待っててね。今回の特許は、マッコイのルブリケータです。機関型給油機、とも呼ばれ、潤滑油を駆動部に供給する装置ですね。列車も高級になって、メンテナンス費も高くなりましたから。役に立ってもらいましょう。そして、新型のミカドが最初に働く場所は、意外にも、ランカスターです。資源は無理にしても、せめて街ぐらいは、全部活気づけたいですよね。モルガンが独占していた、炭鉱があります。ここを使いましょう。ミカドクラスですが、こいつはすごいパワフルです。速度減少のグラフが、ほとんど一直線なのがわかるでしょうか？一世代前の、コンソリデーションと比べても、別格の牽引力を誇ります。ここまで力持ちな機関車が出てきたのならば、やることはただ一つ。このゲームにおける、最大編成、8両列車をお見せいたしましょう。長い？やっぱり、石炭を運ぶ鉄道は、こうでなくちゃね。さすがに8両ともなると、積み込みにかかる時間も長いです。そして、このパワー。軽い上り坂なのに、33マイルのスピードを出しています。この列車でランカスターまで石炭を運んでいれば、すぐに黒字になりますね。さて、この石炭瓶を見て、あれ？なんか違う、と思った人もいるのではないでしょうか？わかりやすく説明するため、タイミングを合わせて、ウィルクスバリエの小麦瓶を購入してみました。そうです。貨車の見た目が、変化しています。小麦の場合、オープンな貨車から、蓋がつくようになりました。このように、時代が進んだ機関車を使うと、貨車の見た目が変化するのです。石炭の場合は、3つの入れ物に分かれていたものが、広くて深い、箱型の貨車へと変わっています。動画の冒頭で、金色の鋼鉄を運んでいた列車は、アップグレード後は、文字通り、黒金を運ぶようになりました。で、一番わかりやすいのが、自動車ですね。ホロ付きのタイプから、赤くてデザイン性のあるものになりました。機関車を変えるだけで、生産物を変更できる会社。正直、すごいです。ただ、貨車を一度切り離さないと、時代の変化が更新されないらしく。古い形の貨車が、ずっと使われ続けることも、よくあります。また、新型の貨車が見られるようになった、ということは、20世紀の機関車が使えるようになった、ことも示しています。そんな新時代の機関車たちのおかげで、一度は放棄した、ランカスターと、ウィルクスバリを、街へと成長させることができました。これで、悔いなくゲームを終わらせることができますね。そして、喜ばしいことに、ニューヨーク近郊の採掘会社も、その規模を大きくしました。これで、4両編成でちまちまやっていた鉄鋼業を、大きくできますね。目標達成のカウントダウンも、早くなります。そして、炭鉱が成長するぐらいの時間があったということは、当然ながら、伐採場と牧場も、大きくなっています。うちの会社で2番目となる、8両編成をしてもらいましょう。することもなく、早送りばかりしていると、あっという間に新型が出ます。ついに、電気機関車が登場しました。ペンシルバニア鉄道の、P5A クラスです。ミカドより、10マイル速くなりましたが、正直、登場時期がミカドと近すぎると感じます。しかし、蒸気機関車を長い時代使い続けたプレイヤーにとって、この進化は、見逃せないものに違いありません。煙突のない機関車を見た瞬間、喜んでアップグレードしてしまうでしょう。それだけの魅力が、この電車にはあるはずです。そして、また時が流れ、
次は、ゼネラルモーターズが作った、ディーゼル機関車、F シリーズが出てきました。ゲーム内では、パシフィックの上位互換にあたる、旅客向け機関車となってます。このモデルが、F シリーズのどれかは、よくわかりませんが、パッと調べた感じ、F3 型、ですかね。切り離しをしないと、貨車が新しくならない、という仕様を逆手に取り、前の2両を古いままにしてみました。旅客と郵便が1両ずつの列車。覚えてますでしょうか？そう、このプレイで最初に走った、旅客便の編成です。第1話でスピード記録を出し、ウィルミントン・エクスプレスの名前をいただいた、旅客便なのです。あれから、実に何台もの機関車に機種転換しながら、ウィルミントン・エクスプレスという名前を、ずっと引き継いで言ってくれました。今や、面影を残すものは、この先頭の客車だけになってしまいましたが、姿が変わっても、ずっと、私の会社を支え続けてくれたのです。さて、また、時代に新しい区切りが生まれようとしています。もう少しで、ニューヨークに到着しますね。記念式典の会場は、どっちだったかな？式典において、ニューヨーク市長や、
本編を見てくれた方も、こっちを先に見つけてしまった方も、こんにちは。セイルロード、ゆっくり実況、番外編をご用意しました。群雄割拠の殴り合いを取るため、最初は、ランダム配置を試してみましたが、これはなかなかの運ゲーでした。やむなく、対戦向けマップをプレイして、お茶を濁します。レベルはタイクーン。AI 鉄道3社でやっていきましょう。対戦マップなので、多分、場所で優劣はつかない、はずです。初期位置は、右側になったようです。この山で隔てられた地の、覇権をめぐって争うのは、プレイヤー、シャルル、ドゴール、J、グールド、ヘルムート、フォン、モルトケ、の4人です。なんか軍人、混ざりすぎじゃないですかね、これ。対戦マップなだけあって、簡単に利益を出せる路線はありません。株を売り払い、必死の初期拡張を始めます。このゲーム、とにかく最初に設けられる線路を引いた人が勝ちます。拡張合戦に負けたら、逆転はほぼなく、買収されて敗おしまいです。本編と違い、こちらはフランスマップを元にしていますので、向こうで見られなかったものがたくさんあります。例えばこれは、硝酸塩です。もっとわかりやすく言えば、羊の排泄物を分解したものですね。これを、化学プラントのある町へ持って行き、加工してもらうと、なんとびっくり、医薬品に変わってしまいました。これは、病院がある町で、高く売りさばくことができますよ。物件が買い取る加工品、という意味で、本編の紙、に当たる品物となります。そんな感じで、マップごとに、経済状況の個性があります。完全に差し替わっているものから、一部だけ異なっているものなど、種類は様々です。これだけではなく、駅の見た目や、使える機関車なんかも変わっていますよ。さて、良い路線は少ないですから、早いうちから攻撃をかけていきましょう。まずは、グールドの土地に侵略します。ここにいる、旅客と郵便を奪ってしまいましょう。しかし、旅客は副次的なものであると考えています。本当の狙いは、その先にある、葡萄園です。自分が始めた町には、醸造所があります。ワインに加工して売りつければ、高い利益を得られるでしょう。輸送が混雑しないように、伏線にして、と。本編ほど経済的に潤っていないので、旅客便を混成列車として使います。不設に金を取られ、列車がまだ2本しかないので、贅沢もろくにできないのです。ちょっと重いけど、3両のブドウ列車を追加しましょう。ブドウをワインに積み替えて、向こうでまた売りつけるように、ルートをセットして、ブドウ畑からブドウを運び出す、グレープ列車を見てみましょう。樽にいっぱい、ブドウが積まれていきます。衛生的に、大丈夫、だよね。そして、醸造所で作ったワインが、運ばれていきます。これが売れれば、良い利益が入るので、AI 相手に、収入で優位に立てるはずです。AI を4人にすると、拡張自体はさっさと終わってしまいます。ある程度広げたら、株を使った買収戦争が、スタートするからです。とりあえず、一番安そうな、モルト家の会社をくらいに行きましょう。正直な話、AI を増やすと、早送りにして、金を貯める、株を買う、金を貯める、株を買う、という動きのない状態になってしまいます。本編の AI を一人にしたのは、株を買う時間を減らし、任意ミッションをメインにするためだったのです。まあつまり、あのミッションは別にこなさなくてもよく、生き残っていればクリアできるんですよね。得点は低いですけど。そんな感じで、せいぜい旅客便を増やしたぐらいしか、全く変化がなく。ただ、モルト家の株を買い占める時間が、過ぎていきました。さすがに、最後の株は、80万ドルとか、高額なものになりますからね。
株を買い始めてから、10分ぐらい経過して、やっとモルト家の会社を買収し終わりました。ゲーム内の時間にして、ざっと20年以上、ネタになりそうにないシーンが、ずっと流れていたわけです。モルト家の会社は、遠い場所にありますから、併合を選びます。さて、あんまり見てなかったけど、どんな線路を引いていたのかな？え、炭鉱と町を結ぶ列車が1台だけ？無駄に伸ばしておいて、需要と供給が、全く繋がっていないの？そんなんじゃ、簡単に買収できてしまうのも、うなずけますね。仕方がないので、こっちの財力を使って、再編成していきます。とりあえず、向こうの都市と繋げれば、いいかな。収入はほとんど増えていないので、この長さの線路は、なかなかに厳しいです。やっと、溜まりそうです。よし、引けた。こんなお金にならない石炭便は、廃止です。廃止。都市から都市へと、旅客便をやってもらいましょう。こっちで客と郵便を積み込んで。そして、おお、ここに食品あるじゃないですか。線路が足りなくて、運べなかったのかな。まあ、なんだっていいです。グールドさん、いただきます。さて、ドゴールと、グールドの会社は、着実に力をつけているみたいです。こちらも、さらに路線を追加して、対抗しましょう。羊毛を、羊牧場から、送り込んで。送り込んだ羊毛を、毛織物に加工して。出来上がった毛織物を、町で売りさばく、と。羊牧場は、このゲームの中でも珍しい、2種類の物品を生産する場所です。羊毛と、硝酸塩。そのどちらも、無駄にすることなく、運び込んでいきたいですね。モコモコの羊毛が、貨車の上へと積まれていきます。これを、毛織物工房へと持っていくと、なんとも色とりどりなウール素材が、出来上がりました。彼ら、色をつける染料は、どこから手に入れたんでしょうか。そしてもう一つ。相手が鋼鉄を持て余していたので、こちらで、有効に、扱わせていただきましょう。鋼鉄を奪って、これを兵器工場へと持っていきます。死の商人の、始まりです。積まれているのは、大量の爆弾です。こんなほのぼの雰囲気のゲームで、異常な物騒さを放っています。でも、この兵器は、実際に使われることはありませんので、安心して運びましょう。北にある、グールドの会社にばかり攻撃してましたが、南のドゴールが、気になってきました。偵察に行ったら、家畜に代わって運ばれている、牛乳の列車が目につきました。ドゴールは、タンク車に牛乳を運んで、食品を生産しているようです。あの路線、儲かってそうだな。そう感じたら、やることは、一つ。兵器工場のある町から山を突き抜けて攻撃をかけましょう。儲かっている相手はそれだけ株価が上昇します。従って相手の利益を奪えばそれだけ早送りで待機している時間が短くなるのです。食品を作っている都市に駅を建ててがっぽりとチーズを強奪してしまいましょう。帰りを空にするのはあれなので、チーズ工場の見学客ぐらいは、運んであげましょうかね。グールドは、自社株を保有していたので、買収するための大金を稼がなくてはいけませんでした。700万フラン弱が貯まるのを待つ間、ネタがほとんどないのも、辛いところです。時代は流れ、もうとっくに20世紀に入ってしまいましたよ。グールドの会社は、被っているところが多いので、生産してしまいましょう。それじゃあ、さようなら。そして同じように時間が経ち、ドゴールの株も、購入していきました。兵器列車は、20世紀ではミサイルを運ぶようになります。まだ、1940年にもなっていないんですけどね。そして、ミサイルより怖いのが、
お金の力、ですね。まあ、そんな感じで、プレイ時間のほとんどが、株取引になってしまうのでした。シナリオの長期ミッションを楽しみたいならば、AI は少なくするべきですね。これじゃあ、動画として、あまりにも締まりがないため、グダグダになった、フランスのデータをご用意しました。すでに、買収は終わっていますが、フランスシナリオには、この、ご褒美、があるんですよね。これぞ、海外の高速鉄道、TGV。全機関車の中で、最も最後の時代に登場します。つまり、出てくる前に大抵決着はついてしまいます。今回は、パリからバルセロナまで、夢の直通便を引いておきました。会社の色がついているから、オレンジじゃなくて青だけど、出発、進行。あ、また客車の種類が変わってますよ。ここから怒涛の直線線路です。加速しますよ。非現実的な長さのトンネルを抜けて、バルセロナに、あっという間に到着です。これでも、現実より遅いんですから、驚きですよねー。このゲームでは、車両を減らさないと、1980年当時の運用スピードにならないのが、少し残念です。そんな感じで、レールロード、番外編を終わります。今度こそ、本当のさようなら。次回作はしばし先。レールロード、ゆっくり実況プレイ。これにて全巻の、終わーりー。皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。